はい、また始まりましたよ。なめこだって。これ綺麗に洗いましょうね。ネギかな。はい、先の尖ったところを取りましょう。これも少し入れようか。あとわかめも入れようか。わかめも。特用だからね、ちょっと色がね薄いんですよ。12月8日だ。もう11月も13日になってますよ。きれいに洗って加熱編です、はい、はい、なめこ。お湯。このくらいでいいな。はい、しばらく煮込みますよ。そうだ、蓋をすると吹きこぼれるんだ。なめこの場合アク、あ、アクはないね。もう散っちゃったのかね。へえー、そうなんだ。ない。お味噌、このくらいの量だから。そんなにたくさんじゃないんですけど、このぐらいでいいですかね。
絶妙な分量。普段のお味噌汁より、長時間煮込みましょう。きのこなんでね。ほら、こんな感じになるわ。メガネが曇っちゃうんですけど、これはだしの素。またお給しないと。もうね、両端はね、出しやすいんですよ、両端はね。この真ん中、真ん中どうするかってことなんですよ。こんな、前はね、まっすぐこうに切ってね、こうやってこうに一瞬にして入れようとするとね、こぼれるんですよ。まあ、まあ、こんなにお湯が少なくなってる。亀井さんを入れて、なんかすごい感じになってる。あれ？なんだろう？卵も入れちゃえ。はい。なめこ汁の完成です。お湯が沸きましたよ。石井丸大食品チキンハンバーグ。これも3分かな。あとこれ焼き餃子だって。
開封せず袋のまま500ワット1分40秒。まあ、1分40秒って言われても、まあ、1分40秒でいいんだと思うけど、面白いね。開けないんだって。600ワットだと1分30秒だって。袋開けずに大丈夫かこれ。パーンなんて跳ねないかね。はい、それじゃあこの焼き餃子、まあ530ワットなんですけどね、袋のまま開封せず1分40秒ってやるけど、530ワットだから2分。2分ね、回ってるでしょ。なんか膨らんできましたよ。2分って長いね。破裂するの？これ。なんか曇ってきた。破裂しなくてよかったね。よいしょ。おお、しぼんでる。こんな感じ。じゃあ開けてみますよ。こんな感じ。お酢。お醤油。これまだあるんだよね。こちらも炊けたようですよ。どうでしょうね。あー、いい感じですよ。このぐらいでいいや。もう少し。はい、こちらもよそいますね。こんなすごい卵。少し温めた方が良かったけどいいや。はい、はい、それじゃあね、いただきましょうか。入りますかね。ミロです。チキンハンバーグ。これが冷凍食品の餃子。これがなめこ汁、卵入り。
ちょっと温め直せばよかったね。チキンハンバーグです。この海苔はね、極みっていう海苔だそうですよ。極み、極めてるんですかね。はい、冷凍食品の餃子です。これも美味しい。ここへ持ってくるまでの間に時間がかかったから少し冷めちゃったね。
卵を移動します。本当この卵の黄身は色が濃いね。こんな色。はい、今日はね、なめこ汁、冷凍食品餃子、レトルトハンバーグ、まあそんなメニューでした。美味しくできましたよ。ご視聴ありがとうございました。